この間宮崎県でね、働けっていうプログラムを小中学生にやってきたんですよ。そこに大学生のボランティアが入って、子供に寄り添ってくれって言った時に、学生が言うのは、先生私たち何をしたらいいでしょうかって、子供が働かなかったらどうしたらいいですかって、いやほっとけよって、えほっとくんですかって、そうほっときなさい、そのうち帰ってくるから。で実際にやってみたら、やっぱりこうね、働かずに畑をうろうろしてる子がいる、だってどんなとこか興味があるからですよね。でそのことに対して、まあ普通だったら早く来なさい、こうしなさい、働きなさいって、そうすると子供にとってみたらこれ受動的な労働になるんですよ。だけど放っておくとスマホもないしゲームもないし山の中だし退屈するから寄ってくるんですよ。僕もやろうかなってで黙ってたって、あこうどうするんですか、あこうするんですねって向こうから尋ねてくる、まあ、そう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 、それでいいんだよって言ったら一生懸命働き始める。そうすると能動的な学びになるんですよね。だからほっときましょうって言うんですよ。魚好きの子がいますよね。魚なら何でも知ってる、漢字なら何でも読めるっていう子がいるんだけど、じゃあ魚屋に連れてって鮭はどれだって言ったら分かんない、鯛を見てこれか、なぜこれなんだ、だって赤いもんって切り身が赤いからって外も赤いと思ってたみたいなね、こんな子がいたりするっていう。だけど別にそんなこと知らなくたっていいんですよ、受験に出ないから。っていうような世の中っておかしいと思いませんか。僕は学びは生活の中にあるべきだと思ってるんですよ。時期と陶器の違いって分かるかみたいなね、こういううんちくを垂れるおじいちゃんがいてって、だから時期に熱いものを入れるとあちちって持てないわけですよ。だからヨーロッパのマイセンとかね、ロイヤルコペンハーゲンなんて取っ手がついてるわけですよ、意味があるわけですよね。日本はだから熱いお茶っていうのはまあいわゆる安いお茶で、それはやっぱりね、陶器でできた分厚い湯飲みみたいなのになるわけですけど、時期は茶卓があって抽出温度の低い玉露みたいなものを入れるっていう、ちゃんとその理屈道理があるっていうことを子供に教えて、そのことを面白いと思わせなきゃいけないわけですよ。なるほどなって、すごいなって、面白いなっていう教育が今なされてないんですよ。まあ、生活の中に根付けばいいんですよ。こんなの取り立ててやらなくても、地域の人が子供かまって、ね、いろんなことを教えてくれるようになれば。だけどそれもなんかそうしなきゃいけないっていうふうになるとまたつまんない、なんか楽しく面白くふざけながらやれるような社会ができたらいいですよね。